皆さんはじめまして、復興支援メディア隊代表の榎谷と申します。復興支援メディア隊というのはですね、震災直後に僕らの仲間がたくさんやっぱり東北にいるわけです。で、彼らの消息がわからない、連絡が取れない、それと同時に何をどういうふうに、していけばこの未曾有の時代に我々が対応できるのか。まず一番最初に必要になるのは情報だということで、最初は4人で結成しました。で、福島の、キーパーソン、仲間たちのところに最初に向かって、それが初めて、今復興支援隊、復興支援メディア隊のメンバー500名超えてます。これなぜかっていうと、この復興支援メディア隊で引いていただくとこのホームページ行けると思うんですけど、ここには珠玉のインタビューがもう100以上あります。ぜひ皆さんご覧になっていただきたいんですけども、その取材した人たちがみんな復興支援メディア隊のメンバーになる。実は仙台隊もある、気仙沼もある、石巻もある、大船渡もある、釜石もある、そういう感じで増えてます。我々その BS12 でも復興ドキュメントということで未来への教科書という名前の番組を持ってます。で、その500名のメンバーの中にはですね、中学生、小学生、高校生も実は入ってます。で、彼らの要は取ってきた彼らの目で見たもの、彼らの心で感じたものを要はいろんな人たちに伝えるために写真展を開いたりとかそういうことをやってるんですけど、これは文部科学省の方のトップページにも入ってます。子どもの学び支援ポータルサイト、これも行ってみてください。これは NHK のこれも復興支援ポータルサイトですね。子どもカメラマンってありますけども、ここの部門に、我々の復興支援メディア隊ジュニアと呼んでますけども、彼らの撮った、被災地の事実といいますか真実というかそういうのが、あります。まずここで皆さんにちょっと問題を提起したいんですけども、一番最初に、3月の終わりでしたか、宮城センターに入った時に、ある行政関係者からこういう言葉をもらいました。想定外の震災と言いながら想定内のシステムで対応しているしようとしている。で、さっき与力君の方が一番最初に復興って何なの、それをみんなで考えたいっていうような言葉があったと思います。復旧と復興はちょっと違う、元に戻すだけではなくて我々はやっぱり進化を求められている。そのために想定外の状況に対してはやはり想定外の行動を移さなきゃいけないんだけども、優秀と言われている人であればあるほど力を発揮できない状況になっている。で、これはなぜか、僕の仮説ですけども、正解することに解を求める傾向が強すぎる。小さい頃から正解、中学生も正解、高校も正解、東大入って、で官僚になって、もしくは大企業になって、正解のあるものに対しては彼らは非常に能力を発揮します。しかし今回のようにですね、正解のないような事態が来た時に右往左往してしまう。その右往左往がずっと正解まで含めて、正解というのは政治の方まで含めて尾を引いてしまっている。7ヶ月間被災地に入り、中央の官庁も回り、でその遠隔支援地って呼んでますけども、日本中の支援してくれる人たちを見て回りましたけども、やはりどこでもこの問題が現れてくる。ここをどうやって打破するか、天然湖って話聞いたことあるでしょ。釜石東中学校っていうところの話は聞いたことあるんだけど、褒められてますね。千年の天然湖の教えを守ってみんな助かったと。ところが先生にインタビュー行くとこう言うんです。先生、偉いですね、天然湖の教え守ったんですって。榎田さん、違うのよ、天然湖の教えなんか守ってないの。それどういうことですか。
第一避難所に逃げた時に、その第一避難所に小学生も入ってた。で振り向くと、今まで見たことのないような状況がこっちに近づいてくるのが見える。で先生が並ばなくていいから点で逃げろ、みんな逃げ出すわけです。だけども点でっていうのは一人で、誰も助けず一人だけで逃げろっていう教えですね。でも子供たちは、中学生は小学生をおぶって逃げた。手をつないで泣きながら走って逃げた。子供たち進化したんです。天然子の教えに従わなかったんではなくて、子供たちが天然子の教えを進化させた。この写真見てください。その時です。後ろに迫ってる津波があるのに、自分の身だけじゃなくて、もう泣いてる小学校1年生とか背負って逃げれるんですよ。まあこれちょっと難しく書いちゃいましたけど、簡単に言うと、物の見方を変えていこうよ、本当に変えていこう。で物の見方を変わった人の足を引っ張るのはやめようと。出る杭は打たずに引っ張ってくれと。大したことない杭だったら引っ張れば抜けちゃいますよ。出る杭っていうのがイノベーターでしょ。イノベーションを起こす人じゃないですか。我々の日本の社会っていうのは、そういった人たちにちょっと冷たくないかなと思います。彼らが進化した。彼ら学校に向かってます。流された学校に。で自分がいた記憶を確かめに行く。何でもやります。見てください。私たちにできることは限られていますが、水汲み、トイレ掃除、お使い、何でもします。一中生に声をかけてください。特にお年寄りの方、遠慮せず一中生に声をかけてください。中学生進化しちゃった。何でもやりますよ。本当に何でもやるんですよ。これおじいちゃん、避難所で孫が増えたみたいになって、揉んでもらったのはいいんですけど、孫が多すぎて揉み返しが来たっていうことなんじゃないですか。これはちょっと、まあそういうこともある。これ大船渡、5月の初め、まあ日本人だったら分かるんですけど、甲子園があるんで地区大会が始まるとき、彼ね、僕ら撮影してたらね、口笛吹きながら自転車乗ってきたの。上機嫌でびっくりしましたよ。それで彼を車で追い越して、正面から撮りたいっていうんで、追い越しざまに彼の荷台、自転車の荷台に積んであるものを見ました。野球動画積んである。ああ朝練に向かうんだな、口笛吹きながら。僕が復興支援メディア隊を結成した時に最初に覚悟したことがあります。それは悲惨なものと出会うだろう。おそらく今まで見たこともないぐらい悲惨なものと出会うだろう。でも実際に出会ったのは日本の底力。助け合う人たち、進化する子どもたち。僕たちこれ生かさないとまずいですよね。何を生かせばいいのかっていうヒントがですね、そのインタビューの中にたくさん潜んでる。これはおまけ。気仙沼に行きました。気仙沼はご承知の通り、オイルタンクも倒れて火事になった。そこの水産加工の、水産加工業者の奥さんが、津波が亡くなって3日後ぐらいに家に戻った。何か使えるものないかって。全て使えない。3つ以外のものは、1つ漆塗りの食器、油まみれになったけども、水も水道もガスもない状態。布で一拭きしたらきれいになって使いました。2つ目、これも漆塗り、津軽塗りの茶舞台。他のテーブルは水が入って全部板がめくれてた。でも漆塗りの茶舞台は使えた。3つ目、霧のタンスに入った着物。この3つの特徴は何でしょう。
日本人の英知じゃないですか。合理的に作れるものではない。時間もかける、無駄には見える。でもその手間暇かけたことが彼らを救った。これは一つの例です。こういうことが被災地にたくさんあります。そういった話があります。皆さんそんなそれぞれたくさんのところに行っていろんな人の話は聞けないと思います。ですから復興支援メディア隊がそれを代行します。参加していただいても構わない。ぜひですね、皆さん我々を有効に使っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。